日本カバやおはようホールディングスが主催する岡山こども未来ミュージカルハロルド。子どもたちが家族や友人、自然との関わりを通して成長していく物語で、今回初めてメインキャストの人型ロボットハロルドを子どもが演じました。オーディションで選ばれた県内の小中高校生およそ60人がプロによる厳しいレッスンの成果を発揮しました。ほとんどミスなく終わらせることができて、もう本当に良かったです。ハロルドという大役は終わったけど、まだ演出部としてできることがあるのかなと思います。なのでまた挑戦してみたいなと思います。これからもね、岡山の子どもたちを、岡山を元気にするためにね、我々は一緒に取り組んでいきたいなと考えています。公演は動画投稿サイト YouTube の OHK 公式チャンネルで見ることができます。